陸軍身体検査規則とは、陸軍において、徴兵検査における身体検査、陸軍志願者身体検査及び、陸軍航空勤務者身体検査について定めた、陸軍省令である。徴兵で兵に取られることに、本心は拒絶するものも少なくなく、徴兵制度が開始されて以降、何とかして、徴兵を逃れようとする者は後を絶たなかった。陸軍側は兵数を確保するためにも、 偽装徴兵のガレを許すわけにはいかず、それらを看破する手段を持つことが強く望まれていた。本規則は、このような陸軍の意向に沿う形で作られた国のための新体験査マニュアルである。それまで一般社会にて生活してきた被験者にとっては、牛馬の品定めのごとく体の各機関を点検されるという体験は、屈辱的な体験であり後に、軍の思い出として語られることとなった。 もっとも、軍医からすれば膨大な人数の対象者をいちいち、検査するため、機械的な検査にならざるを得なかった点もある。1941年頃の日本で行われていた、徴兵検査の後継検査を受けることは、国民の義務であり、従わぬ、あるいは躊躇する者には容赦なく罵声が浴びせられ、さらには、木刀で強打されることもあったという。体格徴兵された新兵は、 現代の健康診断でも行われているのと同様に身長、体重、脅威、視力などを測定した。視力は、裸眼視力0.6以上、20度の眼鏡をかけて革命0.8以上で色盲でないこととされた。後に、選曲の悪化に伴い色盲の条件は廃止された。体格についても、死亡肩、扁平足、腫瘍、特等などの異常がないことを求められた。 身長は155センチ以上を有料とし、145.5センチ以上が合格とされた。アメリカ軍の基準が170センチ以上だったことを考えると、欧米の検査基準に比べると著しく低いが、当時の日本人の平均からするとこれが許容できる範囲だった。これですら、選挙区悪化に伴い条件が緩和されていった。 身体欠損五体満足であり、体に欠損箇所がないことが求められた。このため、長兵逃れのために自分の指を切り落とすものも現れたほどであったが、選挙区の悪化に伴い、小指など一部欠損者については合格とされるようになった。右手の親指か人差し指が欠損している場合は銃を持つことができないため不合格とされた。 入れ墨は欠損とはならなかったが、漁師が身元確認のために入れているなどの理由がない、限り犯罪者予備軍のような扱いを受けた。性病検査性病の有無も重要な検査項目であり、軍医の前に立たされ、一切の衣類を脱ぎ去る、胸の指示を受ける。丸裸にされた被験者は、体の隅々の器官を、軍医の鋭い目のとにて、観察検査されることになる。特に、 陰部及び肛門部は詳細に検査され、性病や自質の有無がチェックされた。これを世間では、M 検と呼んだ。以下、規則第23条をもとに、検査の具体的手法の一部を紹介する。陰部の検査陰部を検査する際には、被検者にふんどしを取るように指示し、両足を開き、軍医の前に立つように命令した。阻径部、陰形、陰脳、整形、抗がん、 副睾丸の異常の有無を慎重に観察、触診し検査する。その後、排尿に困難はないか、残尿はないかと質問する。続いて、軍医は、自らの手を用いて、被験者の陰形の尿道キューブより、後部に向かって尿道を案をして、脳がなきこと高血のなきことを検査する。必要があるならば、その場で排尿を指示し、その尿の正常を検査した。 肛門の検査肛門と栄を検査する際には、丸裸の被験者に体を前屈して、両手を床上にて支えて、伝部を高く上げるようにまず指示する。軍医は、自らの両手で伝部に置き、肛門部を大きく左右に開いて、自覚、自労、脱行、その他病変の有無を詳細に検査した。体力検査欠損がなく体格が、許容範囲であっても一定以上の体力がないと、軍部は、 不可能であるため、筋力などを見る簡単な検査が行われた。体力検査は地域によって、やや異なり、農家の多い加古川で検査を受けた、三島幸夫は10巻の砂を入れた米俵を持ち上げる、などの体力検査を受けた。呼吸器系入英後は、集団生活を送るため結核などの呼吸器系の感染症は蔓延しやすく、呼吸器が弱いものは長時間の抗群ができないため、 身体検査と同時に検査が行われていた。特に結核と、おぼしき症状は周囲への感染を防ぐため即日、帰郷となった。三島幸夫は、検査に合格したが、招集の数日前に、母親から移された風邪を軍医が肺病と誤診し、即日帰郷となった。また宮沢賢治は、第二をつ主合格で免除された後、病院で検査を受けると胸膜炎が発覚するなど、 厳しく判定されたことで、兵役免除となった者も,も多い。ありがとうございます。